僕は何か目的があったのではなく、ただ逃げるように部活をやめた。やりごたえのない生活をただ黙々と消化している。そのことに焦燥感を覚えながらも残酷にも時間は過ぎていく。あれあそこにいるのはバスケ部の一年生やん。僕挨拶もなしにバスケ部途中でやめちゃったから顔合わせづらいねんな。あんなところで立ち止まって何してるんやろ早くどっか行ってくれへんかな。あそこ通らへんと学校行かれへんやんか。おい、お前ら俺らのこと笑ってたよな。笑ってたよな。えもしかしてヤンキーに絡まれてる 黙ってるってことは笑ってたってことやぞ。えどうしよう。あいつらビビってしまって何も言えんくなってるやんか。どうしよう、どうしよう。誰か助けてあげてよ。僕は無理やから。なんでみんな気づいてるのに見て見ぬふりして何も言わへんのおい。なんか言ってくれや。なんで笑われたんか、聞き嫌いだけやねん。こいつのもめじおらし見て笑ったんか。嘘でもいいから笑ってないって言えばいいのに。このお前やったらひどい目に遭うって。俺お前らのこと知ってんで。お前らそこの学校のバスケ部の一年やろ。お前らあれらしいな。 最近動画のコメント欄でこんにゃく見ないって言われてるらしいやんけ。あれか。ちょっと爪痕残せた思って調子乗ってんちゃうか。言っとくけど俺らの方が出演回数多いねんぞ。お前らこれで3回目やろ。俺らこれで4回目。俺らの方が需要あるから。なんかややこしいこと言い出したやん。もうとりあえず謝った方がいいんちゃう。こ、こ。なんや。ちゃんと喋れや。こ、こんにゃくちゃいまず。そっちまずはそっちよりも否定か謝罪をした方が良くないやっぱり自分たちも気にしてたってことちょっとよくわからんけどもう無理やわ。ここ僕、遅刻してまうかもしれんからもう行こう。 いやでも部活辞めたとはいえ同じ学校の後輩やんか。どないかしないと。いやでも僕ヘタレやからどないもできへんねん。ごめんね。多分誰か助けてくれると思うから。ごめんね。ごめんね。ごめんね。こんなヘタレな先輩でごめんね。おい、そこの今通り過ぎたやつ、ちょっと待てや。えお前見たことあるな。霧島ってやつやろ。えなんで知ってんの僕なんかしたお前あれや。これで4回目っせんやろ。お前も調子取ってんじゃうか。おい。 お前らもうええわ。いいねや。あ、あの。なんやその人、僕たちの先輩なんです。嘘つくなや適当なこと言ってんちゃうぞ本当に先輩なんです。先輩やからなんやねその人調子に乗れないと違うんです。優しい人なんです。あ優しいって後輩が変なのに絡まれてるのに今ここスルーしていったやんけ。変なのって。もうええわ。なんか弱い者いじめしてるみたいで気分悪いし。行くぞ。へい。もう二度ともみんなうるし見て笑うなよ。し島先輩。 よかったらまだ暇の時にでも試合見に来てください先輩が丁寧に教えてくれたジャンプシュートかなりはるようになったんですよそれじゃ失礼いしますああいつらの気持ちは嬉しいけどい今更さらどの面下げて見にいったらいいよ僕は <laughs> うん、うん、僕は僕も本気で頑張れるものを見つけたい